ピム・ファーベークは、オランダ出身の元プロサッカー選手、サッカー指導者。実定は、元オーミア・アールディージャ監督のロバート・ファーベーク。J リーグ時代の登録名はピム。ファーベークは、英語発音で、オランダ語発音では、フェルベークになる。現役時代は主に、オランダ・エル・ディビジのスパルタ・ロッテルダムでプレー。ナック・ブレダ、ローダ・ JC でもプレーした。 現役引退後は、フェイエノールトや FC フロー人間などをオランダのクラブで監督を務め、1998年途中から、大宮アルディージャの監督に就任、1999年まで務めた。大宮退団後は、フースヒディンク率いる韓国代表のアシスタントコーチを務め、2002フィファワールドカップでの韓国の準決勝、進出に貢献した。ワールドカップ後は、 オランダの PSV の監督に就任したヒディンクと行動を共にし PSV のアシスタントコーチを務めた。2003年7月から京都パープルサンガの監督に就任。しかし、その直後に来期からオランダ両アンティル代表監督に就任することが報道され、物議を醸す。結局、チームを J1 残留争いから脱出させることはできず。 セカンドステージ残り2試合のところで、テクニカルアドバイザーに移動、事実上解任された。2006FIFA ワールドカップ終了後に、韓国代表のアシスタントコーチから監督に昇格。しかし、かんばしい成績を残すことができず、AFC アジアカップ2007終了後解任される。2007年12月、オーストラリア代表監督に就任。 アジアサッカー連盟に移籍したオーストラリア代表を 2010FIFA ワールドカップに導いた。しかし、グループリーグでは一勝したものの敗退。2010年8月から U-20 と U-17 モロッコ代表監督を兼任するチームディレクターに就任。2012年のロンドンオリンピックでは U-23 モロッコ代表監督を務める。 2019年11月28日、がんのために死去した63歳坊津、ありがとうございます。